こんばんは、ソムリエなゆです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回はカルディで買えるワインにぴったりなチーズをご紹介します。カルディって美味しいもの好きな方とかお酒好きさんにとっては本当テーマパークみたいな場所ですよね。いつも行くたびに美味しそうなおつまみを見つけてついいろいろ買っちゃいます。たくさんの種類のお菓子とかおつまみがあっていつも目移りしちゃうんですが、実は私はソムリエの資格の他にチーズプロフェッショナルという資格も取るくらいチーズ大好きなので、そんな私からカルディで買えるお気に入りのチーズを5選と相性のいいワインをご紹介します。今回ご紹介するチーズがこちらです。順番にケソクリームピンクペッパー、酒粕クリームチーズ、ぶどう山椒たっぷりの味噌漬けクリームチーズ、たまり漬けチーズ、ロントレ、レーズン、イチジクとくるみのチーズです。ではこちらのチーズたちのおすすめポイントと合わせたいワインについて詳しくご紹介していきます。まずはこちらスペイン産の塗るタイプのチーズですね。軽やかなホイップ状のクリームチーズにピンクペッパーが練り込まれています。こちらはちょっとトーストしたバゲットに塗りたくって食べたいやつですね。これだけで美味しくておしゃれなおつまみになります。オリーブオイルをかけてもいいし、生ハムやスモークサーモンなどと合わせても美味しいです。ピンクペッパーのフルーティーで爽やかな香りがふわっと広がります。合わせたいワインはこちらです。ランブルスコロザートセッコというワインですね。ランブルスコといえば発泡性の赤ワインというイメージをお持ちの方もいらっしゃると思うんですが、今回はピンクペッパーの色と合わせてロゼミを選んでみました。では実際に合わせてみたいと思います。それではいただきます。ではワインもいただきます。美味しいランブルスコのほのかな苦味とクリームチーズの濃厚さとピンクペッパーの風味がもう絶妙に合いますね。お次のチーズはこちらです。酒粕クリームチーズですね。こちらは酒粕に漬け込んで熟成されたチーズです。ほんのりと甘い酒粕の風味とクリームチーズの濃厚さがとてもマッチしています。口当たりはクリーミーですが、後味は割とすっきりとした味わいです。このまま食べても美味しいんですが、わさびをつけたり、しそで巻いたりしても美味しいです。これはもう日本酒にもぴったりなやつですね。合わせるワインはこちらです。エスカパーダ・ビーニョ・ベルデというポルトガルのワインですね。味わいも香りもさっぱり爽やかで、日本酒にも通じる感じです。それではいただきます。ではワインもいただきます。美味しいこのチーズをつまんでからワインを飲むと余韻にかけて酒粕の甘みがふわっと広がってすっごい美味しいです。次はこちらです。ぶどう山椒たっぷりの味噌漬けクリームチーズです。こちらはお味噌とクリームチーズですごく濃厚な味わいのチーズですね。大粒のぶどう山椒がたっぷり入ってて爽やかな香りとピリピリしびれる感じがもうたまらないんです。これも日本酒、焼酎、ビールなどすごくお酒の進むおつまみですね。合わせるワインはこちらです。イタリアのマサレというオレンジワインです。こちらはワイン単体でもすごい美味しいんですが、明るい色のすっきりとしたオレンジワインで、辛口ですっきりしたタイプのお酒が好きな人にもおすすめです。ではいただきますではワインもいただきます。このオレンジワインは割とすっきりタイプなので、チーズと合わせると余韻が爽やかな感じになりますね。お味噌とワインの組み合わせってちょっと難しいとも言われているんですが、個人的には旨味のしっかりあるオレンジワインはお味噌との相性もいいんじゃないかなと思います。続いてはこちらのたまり漬けチーズです。
こちらはたまり醤油に漬け込まれたチーズですね。これはもうめちゃくちゃお酒泥棒のやつなんです。ホロホロした食感と濃いめな味がお酒にぴったりで、特にビールやハイボールが飲みたくなります。このままで十分美味しいんですが、水を切って角切りにしたお豆腐と一緒に食べたり、サラダに加えたりしても美味しいです。合わせるワインはこちらです。フィンカロザールモナストレルというスペインの赤ワインですね。こういうちょっと甘めの醤油味には渋みの少ないまろやかな赤ワインを合わせたいなと思います。ではいただきます。ではワインもいただきます。これはもうめちゃくちゃ合います。たまり醤油のちょっと甘い風味とワインの果実味がもうすごい溶け合ってる、めちゃくちゃ美味しいです。最後はこちら、フランスのロンドレというチーズです。クリームチーズにレーズン、イチジク、クルミが入っています。甘ったるくなくってほんのり塩味が効いてるのが最高なんですね。これに蜂蜜をかけるだけで、それだけでデザートになるし、黒胡椒をガリガリしたり、あと生ハムを合わせても美味しいです。ふわっとした軽い食感で、このままスプーンですくっていくらでも食べられるやつです。合わせるワインはこちらです。ミステラモスカテルトゥーリスという甘口ワインですね。こちらはオレンジマーマレードとか蜂蜜みたいなすごく濃密な甘さの中に、フェンネルみたいなちょっとスパイシーな感じもあって、もうワイン単体でもすごく美味しいです。それでは合わせてみようと思います。いただきます。ではワインもいただきます。こちらはもう一緒に食べて飲むだけで、本当に口の中でデザートが完成します。このワインはぶっちゃけどのチーズにも合うんです。たまり漬けみたいな濃厚な風味のチーズにも合いますし、ピンクペッパーみたいな軽やかな食感のチーズにも何にでも合うんですね。変なアルコール感や変な甘さが一切ないので、ぜひお手に取っていただいて、いろんなチーズと合わせてみてください。今日ご紹介したチーズは、私もプライベートでよく買って食べるチーズなんですが、一つあるだけですごく豪華な気分になります。ぜひカルディにお買い物に行かれた時に、チーズ売り場とワインもチェックしてみてくださいね。いかがでしたか？このチャンネルではおうちワインがもっと楽しくなるポイントなどを紹介しています。美味しそう、飲んでみたいと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンをお願いいたします。ご質問やリクエストなどございましたら、コメント欄までお寄せください。また、私の公式 LINE では、今日生姜焼き食べるんだけどどんなワインが合うかなとか、友達の家に持っていくのにどんなワインがいいかなとか、ワインに関するお悩みや疑問を24時間受け付けております。あなたの専属ソムリエがお答えしますので、ぜひ概要欄のリンクから友達登録をお願いいたします。カルディは私大好きでして、他にもご紹介したいものがたくさんありますので、また別の企画でも取り上げたいと思っています。あなたのお気に入りのカルディのおつまみやワインなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。素敵なワインの時間をお過ごしください。またね。